コバックバレー国立公園はアラスカ州の北西部北極線の北 40km に位置する。1980年アラスカ国家利益土地保護法により米国国立公園に指定された。グレートコバック砂丘とトナカイの移動ルートで有名である。公園では自然の中でのキャンプ、ハイキング、トレッキング、犬ぞりが楽しめる。公園には決まった道や道路はない。 面積は7000キロ平方メートルで、ほぼデラウェア州と同じ広さである。コバックバレー国立公園内を流れるアジーガー南はウェアリング山脈、北はベアード山脈が境界となっており、セラウィク国立野生生物保護区とノアタック、国立自然保護地区の間の広大な生態系の中心である。地区近いまで川沿いに120キロメートルを超える。 北極圏の扉国立公園が、西5 0キロメートルのところにある。最もよく見られる動物は西部北極圏の40万頭のトナカイの群れである。群れは毎年冬季の繁殖地、ウェアリング山脈の南と下記の出産地、ベアード山脈の北の間を移動する。コバック川を毎年溶かする群れはイヌピアック族の人々の自給自足の狩猟の要である。 公園に続く道はない。ノームとコッツビューから、徒歩、犬ぞり、スノーモービル、小型チャーター機で年間を通じていくことができる。国立公園の中で最も訪れるものが少ない公園の一つである。ありがとうございます。